頭を見てあげて、自分のこのお椅子をピックする。大変だ。教えるんだけど、それだけ全く間に合わないから、走り
足が背中がつくときにバンってなる。そのためにも、もう足が上がったら手は。僕はあんまり気にしない。そんな、ここ頑張らないと慣れない。足でちょっとポンケポンケ、さっきの逆立ちの時じゃないけど、ポンケやれば体重で後ろに行ったらポンケ行ったらポン、背中つく時にどうしよう。そこまで行ったら、もう、やっちゃいます。今度は、で、して、つま先。そう、今度、軽くお尻をつけて、体育座りになって、なんか気に入る。座ってここまでで一緒。この先がさっきの体育座りみたいになって伸びてできたんです。ここから先。なんか面白い。このこうやって上げて、この膝をこんなに上げちゃうと後ろに倒れちゃう。膝を少し前に出して伸ばす。
後ろ回りみたいにこうボロボロンってこうつくの。結構これで止めちゃってここでグッて頑張ったらいく重さが耐えられなくて勢いでゴンっていくのが一番怖いから、大体倒れてくるんですよ。グッて止まるんですよ。ゴンっていくっていうか、そこでやっぱりやってる子はShut up.